のぞみでございます。ひろみでございます。はい、ですね、今日は4月の2日ですね、はい、火曜日になりまして、あの今久原港にいます、はい。今日はですね、とうとう引っ越しの日でございます。寂しいね。ただですね、お天気見てください。そうなんです、晴天ですよ、はあ、よかった俺ね、土砂降りだったらどうしようとかね、もうそうそうそう、いろいろちょっと考えたんですけど、お天気は良くてね、もう最高です。で、はい、お部屋の中もね、そう、もうほとんど、まあ、ほぼ2日ぐらいでやりましたね。ありがとうございます。いやいやいや、私はあまり動いてないですよ。もう本当にありがとうございます。自分のものは自分で住みなさい。いやいや、そりゃそうですよね。これね、今これね、はい、猫バス号に、うん、とりあえず荷物満載です。そうです、今ね、はい、20個ぐらい積んでます。20個ぐらいと、うん、あとまあまあまだ家にもう1回ぐらい、まあ、2往復で行けそうなんで。そうですね、大体、はい、もう20個ぐらいあったような気がする。20個ぐらいね。あとは来た時、うん、段ボール2つできました。言うな、そういうこと。なんで、えらい増えた、えらい増えたな思って。すごいよね。よう分からんのよ俺も、うん。食品は全然ないんですよ。あ、そうです。ほとんど消化してるんで、はい、食品と酒は そうなんですね、そこまでないんですよ。はあ、それ以外の40箱って何やるなって入れてて、全部いるな思ったら、このなんか、うん、それでも減らした方なんですけどね、これでもね、すごいよ、一人暮らしで40箱結構断捨離した方なんですけど。でもそう、ちょっとほら下手くそだからさ、カスカスの中に普通に段ボール閉じてるのもあるんですよ。なんか救急じゃもうないからね、あんま重いのもしんどいからさ、そうですね。で今受付行ってきて、コンテナに荷物を積んでいって、そうなんですよ、うん、一応その専用のコンテナに入れてくださいと、うん、あ、本当は、ね、単品なんですよ。そうそう、単品ですけど、単品なんですけど、はい、コンテナ一つを借りたわけじゃないので、うん、だけどもここは今回一旦ちょっとここに乗せさせようで入れておいてくださいっていうこと、ね、あとはコンテナの割合によって、そのコンテナ一つにするのか、うん、単品にするのか、単品にするのかっていう、はい、後で料金計算になりますので、ね、うん、ということで、今から、はい、とりあえずコンテナへどんどん積んでいきましょう。すぐ終わりますよ。はい、はい、じゃあ行きましょう。港に、ね、こうやって置いてある2つのコンテナのうちの1つ、どちらでもいいのでのぞみさん専用でっていうことのようですね。でこれにどんどん入れていきたいと思いますが、そう言ってたらなんと船が入港してきました。はい、どっちに入れましょうね。よいしょ、引っ越しでけへんわ。頑張れ。そう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 、はい、中はねこんな感じですよね。よいしょ、広い広い。私は引っ越した時、はい、この何フィートか分かりませんけど、ええ、これ一つに冷蔵庫洗濯機って入れた記憶があるわ。そこでフェリー来ましたよ。あ、そうそう、さっき取りました、はい、あ、ますか。わあ、もうここまで来た。早いわね、フェリーもあっという間に。フェリーもね、うん、かっこいい。さあ、どんどんね、荷物を入れ始まる。これまたパンティ、パンティが、パンティ見えますよ、パンティがいろいろ。パンティの柄が今、あ、そう、見えちゃいましたよ。個数をね、ちょっと数えとかんとあかん、うん、今何個目。いやいや、まだ1個や、まだ1個や。はい、6、1、あ、おっかあれもね、なんていうの、ラップ、うん、梱包用のラップをね、購入して、うん、中身が飛び出ないようにね、してるんだよね。まだ
まだいやいやいや今下ろし始めたとこやから。あ、そうか。軽いものは上にね、重いもの下にしとかんと。意外とな、こんな増えたんだな。え、ねえ、なんか除湿機2つもある、ね、唯一の家電ですね。そうです、唯一の家電、一つは私が開けたやつですか。あ、そっちからも出す、忙しいわね。よっしゃ、そうか。あーしんどあーしんど手伝いたいけど、あなたが取れって言ったんじゃないですか。え、まあ、そうこうしてるとだん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 ね、接岸してきてますね。これに乗っていくんですよ。そして翌日ね、与那国島から石垣島へ向かってこの荷物も一緒に運ばれていくんです。今日は船が到着した日なんですね。ちょっとあんた個数数えといてよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9 と。さあ第2弾運んできまして、まあこれが最後です。最後ですけど、これが最後です。まああるよ、やべえよ、やばいな。お引っ越し代あんたいくらになるか。あれあのちょっとまあね、計算してみて、計算してみてね、どうなるかという、まあ、リアルな、はい、あ引っ越しの、はい、なんていうのかな、ああ事情になるかもしれないですし、はいはい、これはの例えば学校関係ですとか、ああ自衛隊の方々はまた別の話ですよ。ああちゃんとあのね、ああコンテナを手配されてたりとか、ね、自衛隊なんか特にコンテナをお家の近くまで置いてくれるとかそういう特典があるらしいので、それはプラス何万円かかかるんですよ本当は。ああけどこうやって直接運搬したり、ああ個別あの単品でと、はい、コンテナ1個でいくら違うかとか、うん、そうですね、これちょっとね、いい、ちなみにコンテナ1個だといくらするの大体。私の時は3万8000ぐらいでしたね、当時よ。のまあ何年前、5年前、5年前でコンテナ1個だいたい3万8000円、うん、ぐらいだった気がするな、うん、そのぐらい払った気がする。まあけど半分にはならないならないかもしれませんけど、まあまあいきそうやな、まあまあ絶対万は超えるし、万はもう覚悟してますから。1個あたりがいくらになるかっていう計算です。本来だったらみかん箱1個270円とか300円、当時 ね、 あ、なるほどね、でしたから。分かりました。まあとにかく進んでいきましょう。とりあえず重いものをした、はい、で割れてはいけないものを、まあそれ手直しするか、そうですね、はい、分かりました。とりあえず積んでいきます。あんたも乗るんやろ最後。あ乗らへんやろよく頑張った、よく頑張ったね。私ほとんど積んでないですよ。いやいやいや、あなたが本当によく頑張ったわ。これは力仕事は男ですから。いやもう本当ありがとうね。いやちょっと、うん、意外とはあるな。そうなんです。これちょっと何フィートか分かんないんですけど、はい、そのコンテナに、平置きでいいよということだったので。そうですそうです、はいはい、これで約49品ございました。49品こういうね、段ボールから、はいはい、あのなんていうの、こういう、うん、あの段ボールではない、ない袋に入ってるものとか、そうそうそう、そういったものを含めると49品、はい、いやだから大きさを考えてないで、うん、あの見てないじゃないですか。やっぱみかん箱1個でいくらって聞いてたので。そうそう、みかん箱なんて本当こんな、実はこんな小さいやつですよこれね、わかる、そうそうそう、見えてる、うん、こういうのね、うん、どういう計算になるのか。そうですよ。だからまあ一応個数計算でと言われてたんですけど。あ個数出て、あ最初は、うん、あのコンテナ貸しですかって一番最初に聞いた時に、うん、あの個数どうする、1個1000円やったら49個なんで49,000円まあそれはないと思いますけど、まあまあまあ、ちょっと一旦じゃあその個数報告しに行きましょう。個数報告しに行きましょう、行きましょう、はい、終わりました。お疲れ様です、はい、はい、あ一応49、まあ大小さまざまですけど、満タンで6万円ぐらいなんですよ。はいはいはい、半分ぐらいなので、うん、ぐらい。わかりました、になりますね、はい、はい、了解です。じゃあちょっと支払いを、はい、いってらっしゃい、はい、支払い終わりました。ですね、合計、はい、どこ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 どん、まず49個、まあコンテナ1個貸し切りではないんですが、うん、まあ3分の1以上はまあ埋まってるじゃないですか。税込みで 22,000円でございます、はい、ありがとうございます。まあ
それぐらいかかっても仕方がないな。仕方がないです。2万2000円で逆に、はい、いけたということで、ね、はい、引っ越し業者も通さずに、そう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 、行けたということですから、うん、自分たちで荷物を運ぶと、そう、家電はないです、ほとんど。ないですね。家電はない状態で、49個の品物。はい、そうですね。うん、っていうか、49個っていうよりも、うん、はい、量ですね。量っていうか、その何、うん、フルに対しての割合ですよね。そうです、割合ですから、はい、計算して、私もスタッフそうだったのかな、丸々1個パンパンだった気もするんだけどな、最後、うん、覚えてないけど。俺一人やこれ。新しいに入んのこれ。入らんわ、狭いわ、次の家、そんなあの今すると家よ。そうよ、1個部屋がないからね。不安。まあまあ何とかなるやろ。そうですね、ということでございまして、とりあえずお預けいたしましょう。とりあえず明日の、はい、石垣島に2時入港ということ。そうですね、はい、明日与那国を出発する。そうです、そうです、ね、それまで我々は今日出て、そうですね、明日取りに行くという感じでございます。福山加奈さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、ね、フェリー与那国、なるほど、ぐんぐん揺らして OK ですよお酒入ってるからな。あ、そうか、はい、大事な大事なお酒が2本。ありがとうございます。はい、はい、引っ越し準備完了になりました。お疲れ様でございます。ありがとうございます。まあ、ここがもともと配信してた。そうだね、後ろこんなんだったんですね。こうやって映してますよね。そうです、そうです、うん、今はもう何もない、はい、今の時刻は4時半前ですけど、はい、でまあまあもうあとは空港に行くだけなんですけど、まあ、一応会社に行って最後の挨拶すると、うん、会社の鍵とか書類、ちょっと書類関係もらいに行かないといけないので、はい、まあ、ちょっとねギリギリ行くのは慌ただしいんで、はい、ちょっと早めに行って、ご挨拶しようかなと。で、ひろみさん本当にありがとうね。引っ越しの手伝いね、はい、いや一人やったら多分もう大変やったと思う。いろいろお部屋の片付けとかしてくれて本当にありがとうね。で、引っ越し先ね、また始まりますから、ね、そっちの方が大変なのよこれ。搬入と掃除がまだ始まります、ね、そうよ、はい、うん、ね、ありがとうございます。行くんかって感じだね。そうだな、行くんか。まあ、ここ5年いましたからね。5年か、はい、5年持ったんか。いましたね。そうすか、うん、住みやすかったと思いますよ。住みやすかったですね、うん、マジで住みやすかったな、ね、何もない、何もない、やむりともさらばや、ね、本当ここのお家に入ってきた人たちは、はい、ちょっとわかるかもしれませんけどね、うん、まあ、こんな状況です、はい、ガランゴこちらももう本当にお布団とかは、会社の、ね、方が多い、ちょっともうそのまま置いといてということでね、うん、ですけどね、本当にこういう壁とかね、いろいろあったんですけどね、そうです、もう何にもないですね、ほら、はい、何にもない、はあ、寂しいな。さあ移動しましょうか。行くか、行きます、はい、ありがとう、元気出すぞな、はい、元気出そう、うん、会社に来ましたまあ挨拶があてらにね、そうですね、ちょっと早めに来て、はい、で今ちょっとバタバタしてるんで、そうね、でここ、ね、ちょっと時間までしません、最後にね、そうここで、うん、お世話になった酒井さんがいるんで、ご挨拶して、やったね、今からとんかつ定食食べるな、はい、いやとんかつ定食じゃないですよお邪魔します。あ、涼しい。すいません、酒井さん最後いいでしょうか動画映らない方がいいですよ。いや大丈夫です。あ、大丈夫なんですね。いいです、いいです、もう最後ぐらいは、ね、これね、そうですよ、島前のジェラート食べて帰りましょう。島前のジェラートが ね、そう、はい、ね、あ、どうもどうも、そう、もう最後映ってください、酒井さん、いつも美味しいまかないを作ってくれた酒井さんですよ、ね、ありがとうございます、ね、本当に、いや、マジで助かってましたね。ありがとうございました、ね、もう観光バスの、ね、団体の食事もしてくれたし、そうですよ、そうそう、ほんで、まかないとたまに夜食も作ってくれたりと、大いに、のんちゃんの、ね、胃袋を満たしてくれた方でございます。私の生活源でしたから、ね、そうです、もう健康を、ね、はい、維持してね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます。最後に、ね、すいません、ちょっと、ね、ジェラートを ね、ジェラートを、はい、じゃあ食べましょうね、はい、食べましょう、うじゃあすっごいもり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 ね、私ティラミス、ティラミスとリッチバニラでございます。バニラ、いただきます。いただきます。私ティラミス初めていただきます。480円。ああ、上品なバニラやな。うん。美味
しいね。最後よこれ。最後最後言うとさ、毎回それ睨まれるの。言うなみたいな。まだ泣かせようとしてますか。やめてくれ。撮ってますか。撮ってますよ。撮ってますよ。ありがとうございました。ああ、ホープ中園です。そうですね。もうあの、のんちゃんの香りを務めていただく。はい、もういい安心して。ねえ。引き続きができたか分かりませんけど。そうですよね。ありがとうございます。大丈夫でしたの、このおしゃべりクソ教官。おしゃべりクソ教官。クソ教官のね、はい、ね、習った方ですけど。ありがとうございます。ね、いや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 、嬉しいね。まあ、まあ、ありがとう。ちょっと短い時間間でしたけど、本当ありがとうございます。ね、引き続き再生観光よろしくお願いいたします。はい、ますね。ね、石垣島がダメだったらまた戻ってくるね。いやでも嬉しいな、冗談なのに。一人一人挨拶。あ、わかりました。はい、続きまして。お疲れ様でございました。はい、もうね、皆さんご存知の井上豊。たまに動画を出ていただいた井上豊でございます。そうよ、ね、いろいろとね、ツアーも一緒にね、回ってもらってね。ありがとうございました。めちゃめちゃ助かりました。助かりましたね。ありがとうございました。同じ関西出身の、はい、そうですね、先輩ということで、ちょこちょこ石垣島も来る機会あるので。あ、そうなのね、はい、じゃあぜひね、奥さんとね、そういう時は、ね、食事でもね、はい、で今日はほら奥さんちょっと体調不良で帰っちゃったんで。そうなんですよ、はい、これもしょうがないですけどね。ありがとうございますので、うんうんうん、よろしくって言ってます。井上豊でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、いいシーンでございます。いや、泣きそうなってきよ。泣け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 。まだまだ無理、まだ無理。はい、続きまして松田沙織です。本当にありがとうございました。いつも笑顔でね、本当ね、めちゃめちゃもう会社をね、なんかめちゃめちゃ明るく、そうよ、パキパキしてね、よく家の顔一つせず。見えないところで、見えないところで。じゃあ伝えて、今日しんどいなとか言って、めちゃめちゃ喋っとったんですけど、ね、あ、本当。いいんですいいんです、そういうのも思い出なんでね。うん、いやもうほら鳥もデビューして、左右大丈夫だ。行きました。あ、本当ですか。わ、素晴らしい。もうみんなね、いやもう大丈夫やだ。うん、いやまだまだです、うん、もう安心だね、はい、ちゃんもね。とんでもないです、ね、頑張ってください。ありがとうございます。お世話になります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。泣きそう泣きそう泣きそう。いや、まだ泣いてないから。まだ泣いてない。泣けよ。なんない、そんな目薬必要です。昨日生配信泣いてしまった。そう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 。号泣でしたよ、鼻水流して。大成功大成功。大丈夫でした。良かったです。はい、松田さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、次は中川さんでございます。中川さん。ありがとうございました。もう路線も、もう最近観光もね、本当ね、乗っていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとう。実は石垣は私の方が先輩なんで。そうなんですよ。そうですよね。だからいろいろ聞こうかなと思って。そうですね。あの清にもね、来ていただいたことがあるということで、で次はあの清で集合です。次回清で一緒に飲みましょうかっていうお話もしてますので。夜の方は一気にダメで、昼間のことではない。あ、そうなんですね。あ、意外と。そうなんだ。これを口実に石垣に行くことが増えると思いますので。ああ、そしてね。和田あの猫バス号、うん、3代目そう決まりましたんで、はい、よろしくお願いします。ね、3代目をね、3代目奥様継いでいただいて、ね、ちょっと、ね、あの塗装も し直してくれるみたいなんで。あ、そうなんですね。一緒にすごいね、停留所も一緒にという。はい、停留所もね。そうかそうか。停留所はかもう、ね、持って行ってくださいね。そうですね。今日あの、はい、猫ちゃんたちがみんなあのそうそうそう爪研ぎしてましたからね。爪怖いですね。爪研ぎ。家ごともらいたかったんですけど、それちょっと予算オーバーで。ああ、そうかそうかそうか。停留所ということで、はい、ありがとうございます。まあ、本当にあの、はい、ね、ちょっとここでは言えないようなこともいろいろありましたんで、ありましたけどね。思い出ですよ。焼いてください。あ、違うか。いや、焼く。どういうこと？ありがとうございます。お疲れ様でした。まあ、あの今後ともお付き合いはあると思います。そうですよ。もう二度と会わないわけではないですからね。また会いましょうということで。はい。くれぐれもお気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございます。中川さんでした。中川さんでした。じゃあ最後はですね、はい、ジミーちゃんです。もうこの人とか一番長いじゃないですか。長いですよ。もう同期ですから。そうです、同期で、ね、もう6年半ずっと一緒にいたんですよ。もう若干うん、あね、2ヶ月後ぐらい入ってきて。そう、2ヶ月もないんじゃない。あ、2週間か、そうよ、うん、そうか。
まあまあ本当に良きも悪きもいろいろありまして、うん、ねえ、いろいろあったね。コロナの時に大変な時期もあって、そういう乗り越えたんだよね。いろいろありましたけど、うん、まあ今ではあの会社の代表として頑張ってますから。そうなんですよ、ね、社長なんですよ、ね、ね、もうめちゃめちゃ真面目なんで、うん、もう安心してね、再生とは盛り上がっていってください。はい、で、ね、和田君、石垣でつまずいたらまた俺を雇うように開けとけよ、いつもよろしくお願いしますね。そうす、どうも、まあ、地道くんからも一言、はいはい、一言、本当お世話になりましたね、ありがとうございました。わ、助けられました。あら、嬉しいね。泣くとこやで。ちょっとうるとき、いやいや、ちょっとうるうるきそうですけど。なかなかね、こう寡黙な地道くんですよ。もうめちゃめちゃ真面目なんで。ね、今二言言ったのもすごいことですから。ちょっと今、ちょっと今ジーンと来てるんで。なかなか言わないから、もう素晴らしい。ありがとうございます。最後握手で。ありがとうございます。わー、いいシーンだ。わー、嬉しいね。ありがとう。地道くんでした。ありがとう。すごい、皆さんにちょっとね、出てきていただいて。あ、撮ってますか。撮ってますか。撮ってるか、はい、じゃあ、最後写真撮影して、はい、なんかありがとうございました、ね、本当にありがとうございます。再生担当の皆さんです、ね、すいません、飛行機来たんで、はい、なんか来たね、ちゃんと今日は帰ってこいよ帰ってこいよ。あ、嬉しいね。来週帰ってきたら多分俺はもう石垣で多分できなかったっていうことその時はまだここの観光バス頑張るわそうだね、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。またね。ありがとうございます。じゃあ平行いて寝ろよ。嬉しい。ありがとうございます。あ、終わりましたね。寂しそうやな。いや、こうやってね、うん、皆さんに見送っていただいて、はい、ね、お仕事中ですからね、さすがにね。そうですね、飛行機まではね、はい、あれですけど、まあこうやって皆さん、はい、来ていただいて。そうですね、よかったよ。ちょっと最後地味ちゃんと、うん、次、あの一言二言がちょっとジーンときますでしょう。だからなかなか喋らない、あの人が、はい、ねえ、助けてもらいましたって、うん、ね、嬉しいな。ちょっとジーンときたんですね、まあ、あなたがどういう仕事をしてきたかっていうことで、皆さんがね、こうやって心よくというか、ね、送り出してくださるというのが、はい、あなたが歩んできた、ね、道ですね。ちょっとだけ今うるうる来てる、うるうるしてるいいんじゃないですか、ね、そういう時もあるのよ。うん、ああ6年半精いっぱいやってきたんだもんね。言葉が出ないですね。言葉が出る。私も泣きそうになってきた。あまり振り返りたくないでね、ちょっとね、寂しいんで。なるほどね、はい、まあね、そうですね、また来ますよ、うん、まあ、次来た時はね、また笑顔で。そうですね、笑顔で行きたいと思います。迎えてくれるはずですよ。まあ、そうこうしてたら若干1名発見いたしました。若干ですが1名あ、2名発見しました。2名見つけましたよ、これ。これ見つけたぞ。撮ってますからね。こっちも撮ってますからね。出た出た出た。ラミさん、あらー、ありがとうございます。あらららららら。ありがとう、ありがとうございます。やめろ。嬉しいね。ちょっともうマジありがとうございます。すみません。めちゃめちゃ嬉しいです。いやいや、ありがとうございます。すごいいっぱい。ほら。すごい。いや、ありがとうございます。もう記念に残る。嬉しいね。飛行のユーチューバーでお願いします。いやいや、ありがとうございます。もうこれいただきまして、いや、在住記念。はい。ありがとうございます。なんか嬉しいな。めちゃめちゃ嬉しいですね。ね、観光協会会長兼ドナンの代表、はい、ありがとうございます、ね、皆さん、ドナン60度ですよ。60度、もう今日一気飲みしましょう。いやいや、一気飲みできへんって一気飲みできるか、ね、ありがとう、ありがとうございます、もう嬉しいです、ありがとうございます、はい、けど、夜中に来るんで、はい、ちゃんとまた PR しに来ますんで、はい、ありがとう、ね、ありがとうございます。嬉しいな。嘘じゃん。はい、秋秋はね、私が聞いてる。協会事務局長、はい、あ、え、はい、何
監査状という同じように、はい、付けたということで韓国協会から。本当ですか、うーわー、また引き続きよろしくお願いします。ちょっと鳥肌なんですけど。そう、こんな考えてもなかったですけど。うわ、ありがとう、すごい。いや、めちゃくちゃ嬉しい。どういうこと。ありがとう。え、はい、何、伊藤さんからメッセージ。伊藤から、お越しから。お越しから、お越しから、お越しから来た。覚えてた、まず。いや、もうええ、もうええわ、ええわ、ええわ、あいつの、あいつのええわ。そうそう、ありお越し、ありがとう。覚えて、覚えてた。いや、もうええわ、もうお越し。もう、あいつ置いていくわ、ここに。どういうこと。下に。そうそうそう、お越し。いや、嬉しいね。めちゃくちゃ。すごい。いや、すげえ。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとう、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。え、役場から。え、役場から。いや、ベンジマの、はい、監視所とか入れてもらえれば。うわー。うわー、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいレアですよ、これは。めっちゃ嬉しいね。ありがとうございます。ちょっと入れよう。ちょっと。じゃあ、感謝状入れます。え、お越しのは入れる？いや、入れてあげて。入れるか、入れる。あとで、あとで捨てる。感謝状捨てます。ありがとうございます。嬉しいね。伊藤さんに直接。あの、今ちょっと取り込み中だからよ。あ、あの、ありが、メッセージありがとう。すごいすごい、あの、今からも飛行機持っていくんで。ちょっと早く電話切ってもらっていいですか。ちょっと後でまたかけますね。すいません。はい、すいません。すごい、みんな待ってる。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。すいません、本当ありがとうございます。すごいすごい。あ、どうぞどうぞ、皆さん、はい、あ、あの、今、出口、出口が、そうですね、邪魔ですよね、はいはいはい、そこそこ、一応もうチェックインは終わってます。チェックイン終わってます、はい。うわ、来てくれ、ありがとうございます。あら、来てくれた。いや、ありがとうございます。ちょっと、大好きな、ありがとう、毎日原ファミリーですよ。マジですか、え、いいんすか。あら、ありがとう。いや、ありがとう、ビスコ。ビスコ来た。いや、ありがとう、ありがとう。めちゃくちゃありがとうございます。もうこんな思いませんかった、マジで。ありがとう、めちゃくちゃ嬉しい、嬉しいね。いや、本当ありがとうございました。すごいすごい、ありがとうございます。いやいや、ありがとう、いや本当に、すいません。おやつありがとうございます。いや、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。うわ、ありがとうございます。すいません。おやつがすごいな。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。嬉しいです。メガネがずれた、メガネがずれた、メガネがずれた。はい、そうだよね、そうだよね。うん、ありがとう。セキュリティ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。素晴らしい。はい、ちょっとじゃあ、あの、こうで、ね、集まってくださってる皆さんに、はい、ちょっとじゃあ一言。一言ですか。恒例の猫、ね、そうですよ、ちゃんと言わないと。いや、まさか今日はあの、僕ひっそり出るつもりやったんですよ。あの、やっぱ寂しいんで、まあ、ただ、あの、なんていうんですかね、ちょっと言葉が思い浮かばないんですけど、あの、本当に、ね、本当与那国島が大好きで6年半いまして、ちょっと出るのは寂しいですけど、まあ、ちょっと今後の自分の目標も人生においてちょっと見つけたので、まあ、ちょっと石垣島のね、お隣石垣島ですけど、そこに住んでちょっと頑張ろうかなと。で、与那国島は育ててもらいましたので、もちろん落ち着いてからまた YouTube の撮影とか来たいと思いますので、その際はあの、あんた誰とか言わんとってくださいね。ありがとうございました。もうびっくりしました、本当に。もうありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、まあ、そうですね、取り、取りに来ないと。そうですね、ありがとうございます。はい、ということで、もうありがとうございます。時間大丈夫ですかね。時間大丈夫ですか、はい、はい、まあ、集まっていただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。いや、もう飛行機乗る、いやいや、ちょっとこれ。あ、じゃあ、さよなら。いや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 、待って待って、いや、まあ、こんな感じ。ありがとうございました。ありがとうございます。おー、ありがとう。あ、元祖かぶり物といったことです。そうだった。これ、ね、連れて行こう。ちょっと両手がつなががつながと。かぶしてあげて。かぶして。うん、ちょっとメガネ取ってくれる。ちょっと待ってよ。ちょっとこれ保安ケース入れ、減るんか。入れる。元祖かぶり物ですよ。よし。ね、ちょっとゴムシューが頑張って。与那国馬。
ちょっと全然見えないんだけどね。ありがとうございました。とりあえず。ありがとうございます。どこや？こっち。あ、こっち。ありがとうございます。じゃあ、行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。メガネは？メガネは？ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、乗りましょうか。乗りますよ。ありがとうございます。もういやなんか涙が私が止まらなくて。涙が。いやだ、涙があれですね。ちょっと待ってね。はい。はい、OK。あ、イエーイ。嬉しい。わあ、ありがとうございます。見えないな、これは。ちょっと見えないけど。お見送りまでありがとうございます。嬉しいね。ありがとうございます。嬉しいな。すごいすごい。めっちゃ嬉しい。本当ありがとうございました。もうね。めちゃめちゃ嬉しい。感動。ありがとうございます。わあ、ありがとうございました。与那国島ありがとうございました。また帰ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ乗りましょう。ありがとうございます。昨日入りまして、本当にあのお見送りね、ありがとうございました。皆さん来てくださいました。まさか ああいう形の見送りって本当に予想しなかったので、もう役場夜間公共会のね、はい、方々、そして、ね、チカパンとか毎日原家、毎日原家、ね、代表できましたって言っていただきましたね。マギナサスクさん、ね、本当にありがとうございます。まして、あとね、いろんな方が見送り来ていただきまして、はい、馬もいたな、馬も。馬も来てした。痛くない。いいですよ。引き返しさせましょうか。石垣島へ降りており。ありがとうございます。ようこそ。石垣島やってまいりました。もうなんて言いますかね。なんかもう言葉が何も出てきません。本当ね、あの皆さんね、はい、最後まで見送ってくださいましてね。本当にありがとうございました。ね、本当にありがとうございました。そして会社の挨拶。うん、そして引っ越し作業、はい、などなど本当にあのひろみさんも本当にお疲れ様でございました。で、もう終わったわ。なんて言いますか、もう言葉がちょっと正直私今何も出てきません。そうなの、あの飛行機の中で与那国島をこう見ながらね、はい、もう涙浮かべてました。びっくりしました私も本当に。そうですね。ね、そうね、言葉が出ませんので。本当ずっと飛行機の中でもうずっと考えてましたね。振り返ってたんですかね。まあそうですね。まあ与那国島の思い出はたくさんありますけども、まあ前を向いてですね、石垣でちょっと頑張っていきたいと思いますので、でね、また与那国島にね里帰りする際はね、またこう YouTube 動画撮りながらですね行きたいと思いますので、その際は皆さん、はい、温かい目で見守ってください。もうちょっとこっちで頑張りますんで、よろしくお願いします。ということで、はい、今から、お腹すいたんで、そうですよ、とりあえずご飯食べに行きましょうか。食べたいです、もうお腹すきましたもん。ありがとうございます。明日は引っ越しですよ、またさらに受け入れた。あとお越しに電話しなきゃ。ええやん。